でも幼馴染からの告白、うん、オッケーすべき、絶対に。なんで？イケメンの幼馴染がいる。それは女子なら誰でも憧れる設定。その幼馴染にずっとお前が好きだったって告白される。多くの少女漫画やアニメで描かれてきた憧れのそのシチュエーションで断るなんてありえないから。そうそうよ、かっこいい幼馴染に告白される、白馬の王子様が迎えに来る、そんなのヒロインみたいじゃない。ちょっとベタすぎない？ベタの何が悪い？ベタはいい、むしろベタがいい。すすみさんは贅沢すぎる、そんなことで悩むなんて。どうどう千鶴、落ち着いて。